おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、空間デザインをする上でどのようなソフトが必要なのという質問に答えたいと思います。建築系ソフトでいうと皆さんもすぐ思い出すのが CAD や CG ソフトですよね。でも実際はデザイナーが使えた方が良いソフトって結構あると思うんです。本題の前にちょこっとだけお知らせさせてください。この放送では東京から千葉へ移住、1時間で都心へ行ける房総半島へ、暮らしを豊かにする家づくり房総イズムさんの提供でお送りしています。房総イズムさんでは新築の住宅とか別荘、セカンドハウスを作ってるんですよね。このブランドは僕の会社でやってるんですけど、実は任せっきりで全く分かってないんですよね、僕自身は。なんでお客さんみたいに僕も完成した建物を見させてもらってるんですよね。めっちゃ素敵で、そもそも高機能な住宅なんで、興味がある方はウェブサイト見てください。それでは今日のデザインの学びを始めたいと思います。そもそも設計業務をするために何が必要なんだっていう、この考え方を持っていく方が、重要だよねって思います。だって何かを達成するためにそのソフトが、ツールがあるからなんですよね。例えば CAD であれば図面を描くためなんですけれども、そもそも図面って空間を作るためにあるわけで、 CAD は空間を作るために使えるようにならないとなっていう考え方をしないといけないですよね。 BIM っていうソフトも、ソフトっていうか、そういうシステムも、CAD と CG パース、コスト、さらには法律とか設備、構造といったものが連動して動くわけですよね。空間を作るために進化したソフトウェアってことですよね、 BIM って。でそれ BIM って何とか、 CAD って何、 CG って何みたいな、アルファベットみたいなそんな言葉ばっかになっちゃったんですけど、この辺はググればすぐ出てくるんで調べてみてください。ここでは仕事の流れとともに必要なソフトを一緒に見ていきましょう。プロジェクトの依頼が来るところから話したいと思うんですけど、実は依頼が来る前のお話っていうのもあるんですけど、なんかどっかで話したな、仕事ってどうやって取るのっていう質問だったと思うんですけど、もし気になる方がいらっしゃいましたらそっちを聞いてみたら嬉しいです。で、初めに店舗を作りたいオーナーさんからのインテリアデザイナーの、こうインテリアデザインですね、デザインの仕事が来たとしますよね。現場を見に行きますよね。でその時に現状の図面を、現状の空間を図面に起こすために必要なのはメモですよね。でその時に僕が使っているのはグッドノートっていう、もので、現状図面を、平面図を手書きで書いちゃうんですよね、寸法とか設備とかを。でもちろん紙とペンで書いてもいいんですけど、私の場合ですね、僕の場合ですね、LINE メンバーと共有しちゃうんで、アプリを使った方が便利なんですよね。で次にヒアリングの時のオーナー要望っていうのが、あると思うんですけど、それを書くのは情報のノートブックっていうのを僕使ってるんです。エヴァノートとか iPhone に既存にあるメモアプリでも全然いいんですけどね、これは。でも3つね、欲しい機能があって、あった方がいい機能があって、それはすぐ検索できることと、メンバーと共有できることと、
いろんな端末で同じ情報が見える、この3つの機能があれば十分って思った方がいいです。お好みのものを探してみてください。で、次はプランを見せるために平面図を書くんですけど、ここでようやく CAD って出てきそうですよね。僕の場合は既存の図面、要は紙でもデータでも既存のちゃんとした図面があれば、手書きで寸法が測れる iPad アプリがあって、それトレースって言うんですけど、それで書いちゃいますね。私の場合はもともと手書きが得意なんで、このアプリは iPad でこう手書きの図面とかパースも書けちゃうんで、ちょっと便利なんですよね。まあ既存図面がなければ AutoCAD とか VectorWorks といった、まあ、CAD ソフトで書いて正確な図面をこう立ち上げて、そこを元にやっていくしかないですよね。でもプランを考えるときはスケッチしながらなんで、トレースってソフトアプリを私は使います。そしてイメージを伝えるために、画像、 Google の画像検索とか Pinterest とかインスタとかの SNS のイメージとかで画像はちょっと探しますね。で、やるべきことやコンセプトなどに合わせてこうレイアウトして、お客様にこうプレゼンテーションする資料として使っているのがキーノートですかね。自動でこうレイアウトしてくれたりして楽なんで、もちろんイラストレーターとかベクターワークスでもレイアウトできるんですけれども、文字も書けるしね、まあ、何でもいいんですけど、一番こう最短で仕上げられる簡単なやつを私は使っています。まあ、最近なら iOS とか Android のアプリでも結構良さそうに出てますよね。簡単自動レイアウトみたいなやつがね。そして皆さんがイメージしているデザイナー像なのかはちょっとわからないんですけど、実際にデザインした空間がどのようなイメージになるのかっていうのを見せるために CG パース作りますよね。僕は前まではスケッチとか、模型とかで作ってたんですけど、最近 CG ソフトがどんどん簡単に使いやすく改善されてきているので、そのスピーディーにこう出来上がるのはソフトかな、要はコンピューター使うのかなとは思ってますね。今後のことを考えると CG ソフトの方がいいかなってちょっと私は思ってます。スケッチアップとルミオンっていうソフトを使ってますね。あとツインモーション、この間使ってみました。ルミオンと似てますね。で、ルミオンはちょっと高価なソフトなんで、そのやっぱり安価っていうかほぼただな、ツインモーションっていうソフトで同じ速さで同じクオリティが作れるんであれば、そっちでもいいんじゃないかなと思って勉強中です。まあその辺が気になる方は公式のこうLINE のねグループで一緒にやってみましょう。あと実際の場所でどう見えるのかっていうのを外観デザインとかでちょっと合成写真を作る時ってありますよね。その時フォトショップが代表例ですよね。ちなみに私はやっぱスケッチ得意なんで iPad で描く方が楽なんで、アフィニティデザイナーっていうソフトを使っています。あとはプロクリエイトですかね。これ結構便利で、アフィニティデザイナーの方ですね。これ結構便利でっていうのは、ピクセルデータとベクターデータを合わせ持ってるんですよ。ピクセルデータって、普通の画像のデータなんで、拡大すると画像劣化が激しいんですよね。建築でいうと大きな看板とか、クロスとかで使うんで、シート看板とかでも使うんで、あんまりこう大きく最初から作らなきゃいけないんで、パソコンのスペックが必要になってくるんですよね。で、あとパースとかの合成写真とかにも使えますし、要するに普通の画像編集ソフトってやつですよね。でも代表的なのがフォトショップなんで、そういうのでもいいかなと思いますね。一方ベクターデータっていうのはいくら拡大しても画像劣化がちょっと少ないんでデータなんでね、大きな看板によく使われますよね。
なので、代表的なのはイラストレーターですよね。やっぱりここまでがビジュアル的な資料作りに必要なソフトのこう大枠な感じですよね。で次はいくらでこの空間ができるのかとか、いつまでにオープンできるのかっていう、こう概算の見積もりとかスケジュールを伝えるために使うソフトとかです。私はスプレッドシートを使ってますね。 Excel やナンバーズでも全然同じなんでいいと思います。ただこう質疑応答とかね、リアルタイムで本当は共有したいんですよね。変更したりするのはこうスプレッドシート、まあ、変更とか多いとスプレッドシートって結構便利なんですよね。毎回メールとか LINE とかで共有するのも意外と面倒なんで。でここまでが一応ざっと必要そうなソフトを紹介してみましたが、最近では動画でプレゼンテーションすることも増えてきたので、動画編集ソフトも簡単には使えるようになった方がいいんじゃないかなとか、まあ、今後 AR とか VR とか対応したソフトもありますので、今後使えるようになった方がいいよなって、こう時代とともに変化し続けないといけないんですよね、この辺ってね。なんでどんなソフトを使えるかっていうよりは、設計業務をするために何が必要なのかっていうのをしっかり押さえて、勉強しておいた方がいいと思います。今日は空間デザインをする上でどのようなソフトが必要なのという質問でした。結論は、設計業務をするために何が必要なのかっていうのをしっかり考えて、今後のシェアがね広がりそうな、まあ、消えてなくならなそうなソフトはどれなのか、使いやすいのはどれなのか、最短ですぐ使えるようになるのは何なのかなどなど、いろんな視点でソフトウェアは選んだ方がいいと思います。よくわからない方はまずはちょっと私が使っているソフトをちょっと調べて使ってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。